どうもこんにちは。見えるかな。ほら、ほらほらほら、いっぱいいるでしょ。ああもう、これね、一応あ、ちょっと電気つけようか。はい、今日はね、またカブピー VS ハエということで、いつか、なんかだいぶ前にね、そんな動画を撮ったような気がしますけど、ラックボックスの中、これサナギがいるんですけど、ハエがね、ちょっと前にハエがいっぱいいたんで、とりあえずね、土をね、これくらい捨てたんですよ。捨てたんだけど、今日見たらね、やっぱりね、ちょっと上の部分だけじゃなくて下の部分にもいたみたいで、またね、湧き始めたんでね、今日はサナギをね、オアシスに移したいと思います。もうね、ハエからなんとか救出しないと。これね、土がね、どんどん泥化していって、下手したら酸欠でね、お亡くなりになってしまう可能性もあると、なんかね、そんな気もしますので、まあなるべく、まあそうですね、出したくはないんだけど、このままね、行くとね、ちょっとサナギの命も危ないので、まあ前回ね、ちょっとやらかしてるんで、ここはね、早めに手を打ちたいと思います。なので今日はこのサナギをね、オアシスにね、まあ移してね、救出作戦ということでやっていきたいと思います。ダイソン、ダイソンいきますぜ。はい、それではハエのね、虐待動画になっちゃいますけど、ハエファンの皆さんは本当にすいません。いきます。いでよ。すごいよ、これ見て、見える？いっぱい飛んでますよ。やばいな、これ一気に解き放つことになるな。いでよハエ、いでよハエ。昔取れたか。よし、こんなもんかな。まあまあ1、2匹は飛んでっちゃいましたけど、さあ、じゃあもう最近トラブル続きだな、ほんとに。これサナギ出すとき気をつけないとね。ちょっと多分画面には映らないと思いますけど、ハエの幼虫が結構深くまで侵略してますね。これはやっぱ出した方が正解のような気がする。さあ、もう少しです。もう少し、例えば洋室にね、その害虫を入れないような、そのなんだ、匂いとかそういうのが撒いてあるならいいけど、最終的に崩されちゃうとまずいんで。よし、じゃあ行きます。申し訳ない、サナギオープン。あれ、いでよサナギ、肩、いでよサナギ、ゆっくり
お、来い。びっくりかな。おお、動いてる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 。急ごう、ここは一気にやっちゃおう。ごめんよ。いや本当は出したくないんだよ俺だって。いやでもいるよ、ウジ虫いるよここにも。いやもう出した方がいいでしょうか。よし、さあ出ました。はあ、はあはあ、なんかでも歩いてますねこの辺も。よし、じゃあ出そう。そんなに大きくないですね。最終体重が 120g ぐらいだったかな。どういう風に出そうか。こういう、むずいむずい。あー出ました。おーサナギ出た。おーこういうの持ったの初めてかも。おー結構皆さん手に持っては写真撮ったりしてるよね。あれちょっとここ体液出てないよ、ミスったか。やば、ていていてい。174ぐらいだね、あるね。174174。さあさあ、じゃあ蓋して置いとこう。はい、じゃあ今日はね、ハエのハエが湧いたねケースからねサナギを出してオアシスに移しました。じゃあ今日はね、以上になります。さようなら。あ、ご視聴ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。